はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、わお、まず用意してもらうものはどこにでもある椅子。この椅子を2つ使ってですね、トレーニングを紹介します。まず胸筋、そして二の腕、あとはお尻と太ももの裏です。まずね、女性には鍛えてほしい筋肉の4箇所ですね、をこの椅子を2つ使ってトレーニングをしますので、ぜひ真似をしてください。で、最後にね、ストレッチを1つ紹介しますので、ぜひ最後までご視聴ください。まずですね、椅子2個を使ってやる方法です。椅子2個を並べまして、こういう感じですね。椅子2個並べて、そしたらですね、まずは腕立て伏せをします。女性ってやっぱり胸の筋肉ない人多いんで、まず床でやるのはなかなか難しいと思います。なので椅子を使って少し高さを上げて負荷を軽くしてやりましょう。で、手はですね、あんまり先の方に持ってくると椅子傾いちゃうんで、できるだけ真ん中に手を置くようにしましょう。そしてですね、足を伸ばしてしっかり肘を曲げていきます。で、上がります。ゆっくり降りたら上がります。膝つかずにやるのが難しい人は膝をついて、膝つくと一気に軽くなるんで、なのでできるだけ降りましょう。膝をつく場合はできるだけ下まで、胸が椅子よりも少し下まで行くように降ります。こういう感じです。こういった感じでまず胸の筋肉を使っていきましょう。で、今度はですね、二の腕なんですが、横に並べたらですね、体が1個入るぐらいのスペースを空けてもらって、こういう感じですね。で、手は同じく真ん中について、足を伸ばして肘を曲げていきます。こういう感じです。横から見るとしっかり下まで降りればいいんですが、降りれない方は少しずつ肘を曲げていきましょう。こういう感じです。この肘の角度がですね、あんまりこうじゃなくって90度ぐらいですね。体の位置をできるだけ前に出して行ってください。こういう感じです。で、最後はですね、椅子を2個並べまして、並べたらですね、ここに寝ます。で、前の椅子の足を持って肘で手前の椅子を挟みます。この状態でお尻を少し椅子から出しておいてですね、こういうふうにお尻を使います。これが椅子1個だったらですね、ちょっと難しいので、椅子2個使ってください。2個目の椅子は足を持ちます。手前の足を持ちます。で、1個の足、椅子は抱きかかえて肘で椅子を固定して、このように大臀筋とハムストリングを使ってください。で、結構首力入っちゃうんで、首痛くなるなっていう人は前の持ってる椅子の端っこにおでこをつけてやります。こういう感じです。こういう感じでやってください。あ、やべ。カメラの電池が少ねえ。ストレッチできねえな。カメラの電池が少ないんで、最後ストレッチ、ちょっと簡単にいきます。最後ストレッチは、椅子の足広げて、しっかりね、膝の裏、ハムストリング、使って位置伸ばします。こっからですね、やばい、バッテリーがない。こっから、足広げて、はい。こういう感じでね、しっかり、ハムストリングを伸ばしてください。こういう感じで、こういう感じですね。下までもう一度降りてもいいですし、こういう感じで上げてもいいです。こうやって降りても上げても、こういう感じでハムストリングを伸ばしましょう。ちょっとバッテリー少ないんでね、手短に喋りますが、今やった3種類、胸、二の腕、お尻、ハムストリング、今の3つのメニューを10回、2、3セット、10回を2回か3セット、ぜひ頑張ってみてください。で、ペースはですね、3日に1回ぐらいがベストかなと思います。コツコツ頑張ってですね、スタイルを良くしていきましょう。今日は女性向けのトレーニングメニューでした。お疲れでした。